4.5メートル、1.5トン、メスは4メートル、1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に15kg から20kg の餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5メートル、 1.5トン、メスは4メートル、1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に 15kg から20kg の餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5メートル、 1.5トン、メスは4メートル、1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に 15kg から20kg の餌を与えています。名古屋港水族
成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリウモなど1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル 1.5 トンメスは4メートル1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリウモなど1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5 メートル 1.5 トンメスは4メートル1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし
白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に 15kg から 20kg の餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5m、 1.5トン、メスは 4m、 1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。ご案内申し上げます。名古屋港水族館は8時に閉館いたします。北館と南館の連絡通路はまもなく7時30分に閉鎖いたします。皆様どうぞご了承ください。繰り返しご案内申し上げます。名古屋港水族館は8時に閉館いたします。北館と南館の連絡通路はまもなく7時30分に閉鎖いたします。皆様どうぞご了承ください。May I have attention please? The opening between the North and South buildings will be closed at 7:30. When you wish to see the other side of Jacarian, please make your way there and see how the opening closes. Thank you.
11時30分に閉鎖いたします。皆様どうぞご了承ください。 May I have your attention please? The walkway between the north and south buildings will be closed at 7:30. When you wish to see the other side of the aquarium, please make your way there for the walking closing. Thank you.
ご案内申し上げます。北館と南館の連絡通路はこれをもちまして閉鎖いたします。なお名古屋港水族館は8時に閉館いたします。さやらかでテーションプリーソボークエンティクリーのノンフェットフィールデンエンナウクロー Also, the aquarium will be closed at 8 o'clock. Thank you. Thank you.
その坂に少しずんぐりしているように見えます。こっち向いてくれ。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。ねえねえ、なんかサボンババ出てるね。出たね。誠にありがとうございます。なんで出てるの？オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。なんかお母さんがいるから。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。見て上、上からブランブラン。やったやった。またハマってるわ。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、ハマってるよ。体の色が白いのが特徴です。オーマイガー。しかし生まれたばかりのベルーガは、あー上、成長するにしたがって徐々に白くなり、10年以上経って真っ白になります。また出た。ベルーガは野生とか来てエビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。ねえ、ちっちゃい。当館ではベルーガに、あれ離れてない。またイカナゴ、見て、ニシン、キュウリイモなど1日に15kg から20kg の餌を与えています。ハマってね。あ、やった、やったやった。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。食べたりしとったね。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。ねえねえ、なんか今の子にチューしてる。チューしてる。あ、またハマった。ハマった。やってるやってる。ねえねえ見て、またハマってる。見てほら。そのために。パパ、またハマってる。ハマってるね。あ、食べちゃった。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、いっぱいいる。あっち行くの？しかし生まれたばかりのベルーガは。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に
ばかりの
ベルーガは別名、白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし、生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリンゴなど1日に15kg から 20kg の餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーガをご覧いただいています。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5m、 1.5トン、メスは 4m、 1トンにもなります。ベルーガの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーガは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いとか特徴です。すいません。しかし、生まれたばかりのベルーガは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーガは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーガにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリンゴなど1日に本日は名古屋港水族館へお越しいただきまして誠にありがとうございます。ご案内申し上げます。ただいま閉館時間となりました。またのお越しを心よりお待ち申し上げております。繰り返しご案内申し上げます。ただいま閉館時間となりました。またのお越しを心よりお待ち申し上げております。 May I have your attention please? It is 8 o'clock and the program is now closed. Thank you for coming to the Port of Nagoya Public Aquarium.